この動画では iFacialMoCAP アプリで録画したデータを Unity で使用する方法について紹介していきますまずは iPhone で録画をします SelectFBX ファイルを TXT ファイルに設定します録画データを PC に転送します 録画したアニメーションファイルを Unity で取り込むためのスクリプトを Web から入手します先ほど入手したスクリプトを Unity にドラッグドロップして読み込みますウィンドウからフェイシャルリーダーフロムファイルを開きます アニメーションを適用したいゲームオブジェクトの名前を入力します。ブレンドシェイプを持っているゲームオブジェクトの名前を、フェイスオブジェクトグループネームに入力します。 リードフロムファイルのボタンを押して、録画したテキストファイルを読み込んでください。アニメーションが読み込まれました。再生ボタンを押すと、アニメーションが再生されます。